桜がね、今日開花したんですか、桜が。ということで、もうすぐ春ということで、僕の曲から、春にぴったりの曲がありますので、その曲を聴いていただこうと思います。出会いと別れをテーマに、して書いた曲です。ハローという曲を聴いてください。¡Gracias!